あの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。邪魔だ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。劉備軍がこんなところに。逆らうことも、世を変えることもできん。全員、劉備を潰せ。じゃあなんと響きなんだ。元の世で何も変えられない。劉備、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。感動を抜け撤退しましょう。分かった。皆力を合わせてこの七を脱するのだ。行きます。信長様、劉備軍が撤退を開始したようです。いかがなさいますか。逃げるか。取り残らず打ち果たせ。まずい。早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとは。息子の方はよく知ってるな。ひょうひょうとしているがかなりの手だれだ。油断はできない。信長様の命令です。ここで散っていただきます。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのだが、信長に関してこのざまだ。すまない。私のせいで皆を窮地に。気に病むことはありません。今度は私がお助けいたします。これ以上戦えません。わかるぜ。娘と戦うなんて考えたくもねえ。いい戦いぶりだな。拙者と共に勝利をつかみ取ろう。劉備、ここで朽ち果てる。信長が劉備に近づいておる。早う行かねば危ないのじゃ。俺に考えがあります。まず感動から敵を排除してください。お前の策に乗るしかなさそうだな。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。策の練り直しだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。絶対に誰も
長飛の大舞台だ。なんて強さだ。果てっこねえ。アニジャのためなら体張るぐらいなんともねえ。さあ命が惜しくねえ奴はどいつだ。私が負けただと。俺は副兵として待機し、追撃部隊を奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。人間とは面白い異名をつけるものだな。師匠殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。あらとか邪魔するならお返しをしてやらねば。諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私でも十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。この辺が潮時か。兄者、逃げ切ってくれよ。信長が迫っているか。劉備殿には急ぎ逃げていただかねば。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。今包囲しろ。これ以上は進ませぬ。拙者が相手だ。私が討ち取りました。よいぞ、荒乗ってみせよ。信長のあの姿、なんという威圧感だ。父親以上の力を感じる。信長はうまく腕輪の力を引き出しているが、手強い敵だ。果たせたか。いかがですか。あとはよろしくお願いします。大殿のため押し通る。これは柴田勝家殿か。この雪も全力で当たらせてもらう。少し足止めができたか。無事を祈ります。敵将、私が討ち取りました。信長もなかなか執念深い。劉備殿、俺が止めますので先に撤退を。そっち一人で大丈夫なのか。わらわも一緒に行くのじゃ。敵将に柴田が背を見せようと。魔王と悪党で一勝負どうだ。よかろう。ここまで来る。やっぱりここに来たのね。手を伏せていたとは。もはやこれまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうか、信長には覚悟がある。もちろん。あの人、孤独な戦いを選んで
劉備につく者はこの乱が打ちます。君にやられるわけにはいかない。この世界の混乱を収めるためにも、もはやこれまで聞かせていただきます。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったが、こんなつもりではなかったのだが。